ヨゼフ・コンラート・ペチーゾスキー・ヨゼフ・パチョスキーは、ポーランドの植物学者である。植物群落の構成や発展、互いの連関を、研究対象とする学問分野に、植物社会学の名前をつけた学者である。現在のウクライナのボルイーニ地方のイザヤスラブ、近くのバイアロ・ハラデカで生まれた。ヤギエゴ大学、キエフ大学で遺伝学者のイワン・イワノビッチ、シュマルハウゼンの下で、 生物学を学んだ。植物社会学を研究したパイオニアの一人で、1896年にフィトソシオロジーの呼び名を確定した。1923年にビアオビエジャの森の保全を担当する科学分野の責任者となり、ビアオビエジャ国立公園の植物について多くの研究を行った。ポーランド科学アカデミーの前身のポーランド学術アカデミーの会員で、 ポズナン大学に世界初の植物社会学の研究室を作り、1925年から1931年の間、ポズナン大学の分類学、植物社会学の教授を務めた。1942年、ナチス占領下で、孫がゲシュタポに怪我をさせられた方を聞いた後、心臓麻痺で没した。ネギアの植物の種、アリウムペチーゾスキンなどに、懸命された。 パックスは植物の学名で命名者を示す場合に、ヨゼフ・パチョスキを示すのに使われる。ありがとうございます。